修道院改革は中世ヨーロッパにおける修道院改革運動で特に10世紀から11世紀にかけてのクリュニー修道院での改革が著名である修道院はシモニアがはびこったり司祭が結婚するなど腐敗していると改革者にみなされ聖ベネリクトゥス改則の厳格な遵守によって清められたクリュニー修道院フランス革命によって破壊される以前は 異様を誇った壮大な修道院であった。アキテーヌー議オームにより設立された。12世紀に至るまで西ヨーロッパで絶大な影響力を持った修道院改革運動は11世紀初頭のロートリンゲンで広がりを見せた。このロートリンゲンの修道院改革に影響を与えたのがクリュニー修道院である。クリュニー修道院は909年、内市910年に 教皇以外の一切の権力の影響を受けない自由修道院として設立され、ベネディクトゥスの修道精神に厳格に従うことで、西ヨーロッパに広く影響を与えた。ザリエルガさんの皇帝ハインリヒ3世は、クルニーの修道精神に共感し、生殖売買を強く批判し、教会改革を求めた。しかし、後に、息子のハインリヒ4世と改革の主導者であった。 クレゴリウス七世は、問題となっていた聖職者の人面権をめぐって、序人権闘争で争うことになる。クルニー精神の影響を受けた、ロートリンゲンの修道院は、徐々に修道師団の自立性を唱えるようになり、皇帝権からの自立を目指すようになった。そしてクルニー精神に基づき、修道院活動を巡化し、汚れない本来の姿に戻ろうとする動きは、 シモニアやニコライティズムに対する批判と軸を同じくした。クルニーとは異なる改革を展開した修道院もあり、シュバルツバルトのヒルサウ修道院改革は、農民階層への積極的な説教活動を通じて、農民の平身等を助手師として受け入れるものであった。オリシモ中世ヨーロッパは、大開墾時代を迎えており、農民に労働と祈りに努めよと唱える。 この運動は漁師たちの利益にもかない、南ドイツの漁師たちは、ヒルサオ系の修道院の守護権を放置しつつ、これを積極的に支援した。貴族の寄進を受けて、運動は爆発的に広がり、ヒルサオ系の修道院は150に上った。教皇主導の教会改革が、急進化するに及び、当初は、協力的であったクリュニーは、教皇庁と距離を置くようになっていった。 例えば改革派が唱える、明らかにドナトス派に通じるノブ頻論に対しては、クルニーは、ペトルス・ダミアニと共に、これに反対した。また、イスパーニアでもカスティーラ王国に影響を及ぼそうとする、強行の政策に対し、クルニーはむしろ、アルフォンソ6世と結びつくことで、これに対抗した。ブルグント王国のクルニー修道院、第2代院長道は、 天霊の総合化を重視したが、その結果、旧霊意識を強めていた貴族の関心を集め、貴族からの土地寄進などによって、修道院の影響力が強まった。第五代委員長ディローの時代には、クルニー修道院は、教皇直属修道会となり、南フランスでは国王に犠牲られるほどの勢力を持った。修道院の地位向上は、 教皇レオ9世の教会改革やグレゴリウス7世のグレゴリウス改革の前提となり、教皇権と皇帝権が争った、助任権闘争の前提となった。クルニー修道院の改革派はシモニアを根絶させるために、聖職助任権を世俗権力から教皇に取り戻すために動いた。教皇グレゴリウス7世のグレゴリウス改革では、 クルニー修道院のラゲリウスのオドが教皇代理として活躍し、後にオドはウルバノス二世として教皇に選出された。中世ヨーロッパでは皇帝権と教皇権という二つの権力、権威が相互的役割を果たしていた。11世紀に入ると、この皇帝権と教皇権の関係が、除人圏闘争において対立した。除人圏闘争は1075年からボルムス教約に、 至る皇帝権を相手としての続権助任に関わる政治闘争である。他方で、教皇レオ旧世のランス公会議より、教会の包括的改革が始まり、グレゴリウス改革に結実する。教皇レオ旧世は、聖職者の倫理改革を目指して、シモニア根絶を表明し、1049年に、ローマ、ランス、マインツで立て続けに、教会会議を開催し、 シモニアによって任命されたと考えられる司教を罷免したり、彼らによって与えられたノブ品を否定する意図を明らかにし、ニコライティズムについても禁止を命じたが、これらは抵抗にあった。ただし、レオ9世の改革の対象はほぼ教会内部に限られており、教権と俗権の関係には及んでいない。その後、ニコラウス二世は1 5 9年、ラテラノの教会会議で、 下級聖職者に限って、俗人助人を明確に禁止した。この時の俗人助人禁止を司教助人も含め、全聖職者に及ぶと考える研究者もいる。続く、アレクサンデル2世も聖職者の倫理改革に着手し、教皇特使を活用して、キリスト教社会に影響を及ぼそうとし、シモニアやニコライティズムを強く批判した。こうしてグレゴリウス7世の当局までに改革は、 着実に進展していた。序人権闘争と教会改革の結果、教皇権は皇帝権に対して一定の自立を勝ち、え、その完結性を実現した。また日常生活に関わる秘責への関与を強めて、民衆の精神支配において影響力を持った。12.13世紀に、霊性は人間の超自然性、非物質性を意味し、 さらには国家に対する教会法的意味での教会の聖職を指す用語となった。さらに、シュタウフェン町の断絶後に皇帝権が著しく影響力を弱めると、教権は前世の時代を迎える。一方で、教会改革を通じて高められたキリスト教倫理は、12.13世紀になると、民衆の側から人的生活の実践要求という形で教会に跳ね返り、 さらには、異端運動を生み出すもとともなった。また14世紀に入ると、教皇権は国家単位での充実を果たした俗権の挑戦を受けることになった。なお野口陽次は、クリニー精神は世俗権からの教会の自由を主張し、この考えが、ロートリンゲンの修道院運動で、シモニア批判に結びつき、グレゴリウス改革で、 本格的にそれが主張されるという発展の傾向は認められるが、クルニーはシモニアに対しては妥協的であったし、クルニーがグレゴリウス改革を生み出したというよりは、両者が並行して展開しながら間接的に影響し合っていたと見る。一方、11世紀後半以降の急速な貨幣経済の浸透によって、クルニー修道院をはじめとする、 ベネディクト会修道院は、共通して、財政悪化した。ABC 日本大百科全書、クルニー修道院改革運動、ハット AB 世界大百科時点、キリスト教日本で、ヒルサウと記されることが多いハーソーは、図で発音辞典によれば、標準ドイツ語では、ヒルザウとなる。ドイツ南西部、北シュバルズバルト、ヘルマンヘッセ誕生の地カルフの北約3キロメートルに、ある。 同盟修道院は830年貴族の私有修道院として創設され、1069年以降、クリニー改革の影響を受けて改革され、その後この修道院の参加には約150の修道院が入るまでになった。今の国を修道院、近藤出版社1971年、200から206ページ。今の国を修道院、 岩波新書1511981年123ページ。レクシコンデミタロールタス、BD、V ミューン編、チューリヒ、アルテミスビンクラー1991、SP35 から36、AB ホリゴメグレゴリウス改革とジョニー県闘争世界歴史中、初週の内容に1978、 ピアニッシモ、80から81、野口用2978、P93、鈴木鮮明1994、ピアニッシモ、16から17、野口用2978、ピアニッシ六62から66、尾崎純一、シュジェドサンドニの修道院統治研究企業。鹿児島女子大学イコールリサーチブレティンオブ鹿児島。 ウィメンズ・カレッジさん、129から138、1982年3月31日、関口武彦、教皇改革山形大学起用4 1万2 0 1 1年、ありがとうございます。